1967年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第64回ワールドシリーズは10月4日から12日にかけて計7試合が開催された。その結果セントルイスカージナルスがボストンレッドソックスを4勝3敗で下し3年ぶり8回目の優勝を果たした。両チームの対戦は1946年以来21年ぶり2回目。 この年からシリーズ優勝チームには優勝トロフィーコミッショナーズトロフィーが贈られるようになった。シリーズ MVP には第1戦、第4戦、第7戦の3登板すべてで関東勝利を挙げ防御率1.00という成績を残したカージナルスのボブ・ギブソンが3年前の前回優勝時に続いて選出された1シリーズ3先発登板で3勝は 1957年のルーバーデッド以来史上8人目である。またギブソンは最終第7戦において打撃でも5回表にソロ本塁打でチームの3点目を挙げている。レッドソックスの得点が2点にとどまったため、結果的には決勝点を自らのバットで記録することになった。1967年のワールドシリーズは10月4日に開幕し、 途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、ボブ・ギブソン・杯、ホセ・サンティアゴ・ボン、P ・ O ・ S。ホセ・サンティアゴ1号ソロ審判、急審、ジョニー・スティーブンス、累審、1類、アル・バーリック、2類、フランク・ウモント、3類、オーギー・ドナテリ、ソトシン、左翼、エドランギー、右翼、ポール・プライアー・ア合時間。 2時間22分観客、3万4796人、詳細、bas.ebal.referenc.com、e. マサル。ジムロンボーグハイ、リック・ヒューズ・ボン、bos、カール・ヤストレムスキー1号ソロ2号三ラン審判、急審、アルバーリック、類審、一類、フランク・ウーモント、二類、オーギード・ナテリ、三類、エドランギー、ソトシン、 左翼、ポールプライヤー、右翼、ジョニー・スティーブンス・スジアイ時間、2時間24分観客、35,188人、詳細、baseball-reference.com マサル、ポシネルソン・ブライルズ・ハイ、ゲイリー・ベルボン、BOS、レッジ・スミス1号ソロ STL、マイク・シャノン1号2ラン乱進版、急進、フランク・ウモント、累進、一類、 オーギードナテリ、二類、エドランギー、三類、ポールプライヤー、ソトシン、左翼、ジョニー・スティーブンス、右翼、アルバーリック試合時間、二時間十五分観客、コマミ4575人、詳細、b a s e b l l r e f e r e n c e マサル、ポブ・ギブソン・ハイ、ホセ・サンティコ・審判オーギードナテリ、一エドランギ 二イ、ポール・プラヤー。三イ、ジョニー・スティーブンス。外ン、左翼、アル・バーリック、右翼、フランク・モント・シアイ、時間、日時間五分観客、4, 5万4575人。詳細、b s、e、b BBAL、L-REFERENCE.com マサル、ジムロン・ボーグハスティープ・カール・トンボン、STL、ロジャー・マリス、一号ソロ審判、QC、 ットランギー、ルイシン、一イ,イ、ポールプライアン、二イ、ジョニー、スティーブンス、三イ、アルバー、リック、ソト、シーン。左翼、フランク、ウモント、右翼、オーギー、ドナテリ、試合時間、2時間20分観客、54,575人、詳細、bas, e, b, a, l, l, dash, re, f, e, r, e, n, c, e, com, マサル、ジョン・ワイアット・ハイ、ジャック・ラマベース、ゲイリー・ベルボン、 st.l. ルーブロック1号2ランキー OS カールやストレムスキー3号ソロレジー・スミス2号ソロリコペトロセリー1号ソロ2号ソロ審判球審ポール・プライヤー類審1類ジョニー・スティーブンス2類アルバー・リック3類フランク・ウモントソトシン左翼オーギード・ナテリ右翼エドランギージアイ時間2時間48分観客 三万五千百八十八人、詳細、basebal-referenc.com、e. マサル、ボブ・ギブソン・ハイ、ジム・ロン・ボーグ・ボン、stl、ボブ・ギブソン一号ソロ、フリアン・ハビアー一号三段審判、急審、ジョニー・スティーブンス、類審、一類、アルバー・リック、二類、フランク・モント、三類、オーギード・ナテリ、ソトシン、左翼、エド・ランギー、 右翼、ポールプライヤー試合時間、2時間23分観客、35,188人、詳細、b a s e b a l l d r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。